皆さんは考えたことはあるでしょうか。クラウザーと初戦闘の時にルイスに援護してもらいたいと。何を言い出すかと思えば。だって当たり前ですや。こっちはナイフだけで駒移動ごっこを強いられているのですよ。どう考えても無理でしょ。背中にナイフ刺さってるんだから。背中に駒の杖刺さってますよ。これナイフより致命傷なんだが。これ絶対入ってるよ。うるせえ。とにかくナイフが刺さってようが杖が刺さってようが手伝ってほしいわけです。鬼かよ。てなわけで休憩中のルイスさんに代わりに戦ってもらいます。私はフィールド上に傷ついたルイスを攻撃表示で召喚するぜ。今すぐ主殺に戻してやれ。いいね。いきなり攻撃してるよ。なんか銃持ってないのに攻撃してる。どうやらエアガンの使い手らしい。やはり無理やり呼び出したからバグっているのでは。バグっていたとしても攻撃できてればそれでいいのです。攻撃するどころかめちゃくちゃ攻撃されてるよ。道場の時とかは死ななかったから今回もただ痛がってるだけでは。村人は即死攻撃しないからね。これ完全に私無視されてますね。最初に攻撃したからずっと追いかけているのか。多分そうだね。こちらはアウトオブガン中です。完全に二人だけの戦闘になってるよ。それにしてもさ、なんか射撃モーションしてるのに音がしてなくない。どうやら一回でも攻撃を受けると無力化されてしまうようです。ということはできるだけ攻撃されないように助けてあげないとダメなんだ。クラウザーって意外と動きがないし背後に回るので助けるのは無理です。それじゃあ自分が戦ってる間に援護してもらうとか。今回の検証はあくまでルイス一人で戦わせることなので私は心を鬼にして手を出しません。飛び去られてる。これはまずい。この即死技はさすがに抗えないはず。ルイスが死んじまった。この人でなし。掴まれたら 100% 死ぬんだったら倒すの無理じゃない。そのような目でルイスさんの当たり判定をなくしてあげました。無敵なんじゃなくて当たり判定そのものをなくすのか。無敵にしても掴まれるようなのでこれが一番早いと思います。確かに攻撃当たってないから銃撃し続けてる。このまま5分くらい放置しました。もうクラウザーさん死んでるレベルなのにまだ戦うのか。やはり主人公だけが戦う場所なので一撃でも与えないと終わらないようです。ルイスもお疲れみたいなのでこれで終了です。